読谷大好き飲み歩きレポーターのはじめちゃんでございます。本日皆様にご紹介するお店はこちら、読谷村戸屋にございますガジロー飯店さんでございます、ね、このガジロー飯店さん、私何度かお邪魔したことあるんですがね、青森残波に合う一品、どういったものがあるんでしょうかね、ちょっと伺ってまいりたいと思います。それでは行ってきます。はい、それではですね、私店内の方お邪魔しておりますガジロー飯店さんのね、スタッフと言っているオーナー様来ていただいております。はい、はい、こんばんは。こんばんは。はい、もう一方こんばんは。こんばんは。お名前の方からお願いします。はい、ほろ酔い食堂ガジロー飯店の三村健と言います。はい、もう一方。はい、ゆり子です。はい、ご夫婦ですね。そうです、はい今回ご夫婦でね、今出演されてさせていただいてますけどね、こちら、ね、ガジロー飯店さん、オープン何年目ぐらいになりますか？1年も経ってないんですけど、今年の2月1日にオープンしたばっかりなので、約9ヶ月過ぎたところですね。はい、なんかずっとあるような雰囲気があるんですけど、私まあ遅れてきたルーキーといいますか、あの読谷在住20年になる私たち夫婦なんですけど、ようやく夢が叶いまして、今年の2月にオープンさせていただきました。はい、というガジロー飯店さんでございますがね、奥様、お店のこだわりなど何でしょうか？そうですね、できる限り皆さんに馴染みのあるものにちょっとガジローエッセンスを加えて非日常的なお皿で出そうかなっていうのが、はい、提案の一つで。はい、ガジローエッセンスということですが、メインとなるお料理とかいうのはどんなものがメインなんですか？そうですね、タイ料理のテイストの入ったガイアンという手羽先の焼いたものとか、それから人参しりしりも、沖縄料理とはちょっと違う味付けで、ナンプラーとレモンが効いた、一風変わった、タイ風の味付けになりますね。はい、人参しりしりが、ナンプラーとレモン、はい、結構変わりますよね。そうですね、でもお子様にも意外と好評で、ご飯が進むと、言っていただいてます。はい、それではですね、ガジロー飯店さんのですね、人気のメニューちょっと伺っていきたいと思います。どういったものが人気でしょうか？はい、はい、まず一応うちは食堂なので、ご飯もののメニューの中に台湾風のそぼろご飯っていうのがあるんですけど、高菜漬けと豚肉をちょっと中華っぽいエッセンスでお味付けしたものなんですけど、これはもうお子さんでも辛くないので、お子様から年配の方まで好んで食べていただいてますね。料理名はどんな？は、コウさんちの台湾風そぼろご飯また独特の名前がついておりますが、コウさん、たまたまこの知ってる台湾の方がコウさんっていう名前だったのでいただきました。そういうね、裏話があるみたいですね。コウさんのそぼろご飯ですかね、はい、そちらね、ぜひ皆さん、食べていただきたい。その他にも、いろいろね、お客様いらっしゃると思いますが、どういった料理がおすすめですか？そうですね、他にはつくね、バーグという、ハンバーグに近いものなんですけども、そちらのメニューですとか、それから焼きそばを、塩焼きそば、これは味付けが、麺が沖縄の麺なんですけど、沖縄そばの麺なんですけど、味付けが、自家製の塩だれと、ニンニクがちょっと効いた、美味しい味付けになってます。はい、はい、それではですね、美味しいメニュー伺いましたので、美味しいメニューの合うお酒ね、種類多いみたいですので、どういった種類があるのか聞いてみたいと思います。お酒の種類は？はい、ビールは、アジアンビールから、それから、オリオンビール、生は麦職人と、ありますね。それから、日本酒にちょっと力を入れてまして、今でしたら、秋の、冷やおろしという、旬の日本酒が、ある程度多めに入荷しております。日本酒は種類が多い？そうですね、はい、何種類ぐらいですか？今でもう10種類以上は、はい、置いてあります。これはもう全国各地から？そうですね、で特に純米酒という醸造アルコールというのを足さない、日本酒、お米の味と、麹の味をそのまま味わっていただけるような美味しいお酒にこだわって、置いております。その他には読谷村ですので青森とか置いてあるかなと
伺いたいんですが、もちろん、残波の方も置いてあります、はい、ということですね。残波の、まあ、種類どういったものを置いてあるんでしょうか。はい、当店はですね、残波のプレミアムとそれから、残波シークワーサーですね、はい、そちらの方を、はい、置かせていただいてます。プレミアムとシークワーサー、はい、黒白は置いてない。黒白は今のところはい、プレミアムだけっていう、はい、形ですけど、シークワーサー、はい、これ結構珍しいんですが。そうですか、まあ、他のお店で、ね、使ってないというのが僕の方も意外だったんですけど、結構ソーダで割っても、そのままロックで、お飲みいただいても美味しいですから、結構あの人気を博しております、はい、おすすめはどれですか。シークワーサー、シークワーサーだったらやっぱりソーダ割りが夏場はシュワシュワが良かったんじゃないですかね。あ、うん、まあ、冬場に入ってきますけど、まあ、この時期だとどういった飲み方おすすめですか。そうです、まあ、お湯割りももちろん、おすすめですけど、やっぱり、残波プレミアムですと、ロックが一番、そのままの空須のですね、味が楽しんでいただけると思いますね。はい、おいしいアルコールの種類伺ったところでね、この青森残波に合う一品をね、ご紹介いただきたいと思います。ガジロー飯店さんのね、残波に合う一品何ですか。はい、ガジロー飯店ではお豆腐を、親子豆腐さんのお豆腐を使ってるんですけど、このお豆腐を少し温めて、柚子胡椒を効かせた白い麻婆豆腐っていうのがあるんですけど、この麻婆のあんをお豆腐にかけて召し上がっていただくっていうのが、ちょっとこのなんていうんだろう、刺すような後引く辛みがなかなかいいんじゃないかなと思います。白い麻婆豆腐。そうです、豆板醤とかその赤い辛みを使わないので、もう本当に柚子胡椒とお塩がメインのお味付けなんですね。でも辛みはしっかり効いているっていうのを、この親子豆腐さんの上品なお豆腐と一緒に召し上がっていただきます。まあね、普通は麻婆豆腐って赤いとかいうイメージがあるんですが、こちらで出される麻婆豆腐は白いということですのでね、まあ、青森残波にはこれが合う、はい、地元と地元のお酒と地元のお豆腐で、はい、ね、まあ、ガジロー飯店さんのね、営業時間伺ってまいりたいと思います。営業時間は、はい、月曜日から土曜日夕方の6時から、夜の11時までなんですけど、ラストオーダーはお食事が10時でお飲み物は10時半までです。はい、では定休日は。定休日は日曜日ですね。でイベント出店がある時だけはちょっと Facebook などでお知らせして変更させていただいてます。ではご連絡先。はい、098-988-7272です。958-7272、はい、までね、ご連絡いただきたいと思います。またね、イベント出店などもね、されることがあるということですので、ね、そちらもね、また楽しんでいただければなと思います。それでは最後にね、はい、店長からお店の PR 最後にお願いいたします。はい、ガジロー飯店の、まあ、コンセプトは、ほっと一息ほろ酔いという、コンセプトなんですけど、どなたでも、お立ち寄りいただければ、ほっと一息ついて我が家に帰ってきたような感じで、くつろいでいただけるお店を目指しております。はい、はいはい、ガジロー飯店は飲酒運転撲滅運動に協力しています。楽しいお酒を飲んだら安全にお家まで帰っていただけるように代行の手配を受けたまわってますので、皆さん協力してください。今夜も琉球泡盛残波で乾杯。琉球泡盛残波プレゼンツ、読みたん大好き飲み歩き。この番組は有限会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。